恒大集団これからどうなる、一部デフォルト RD ということで認定しているんですよね。他の債権者にも有利不利がないようにするためにクロスデフォルト条項、さまざまな債務が期日を前倒しで今後整理されていくと、まあ、無秩序な破綻と連鎖破綻っていうのがまず一つ考えられる。急速に冷え込んでいく可能性が高くなってくるわけですよ。米中の新たな対立の火種というのも。こんにちは、カズです。越境 3.0 ということで今日も始まりました、越境 3.0 チャンネル。本日もどうぞよろしくお願いします。1月29日郡山でセミナーを行います。越境 3.0 世界のことをたっぷりお話しします。郡山セミナー&コーヒー座談会となっております。30名様限定です。2022年1月29日13時開演です。詳細と参加申し込みは概要欄の方からどうぞよろしくお願いします。新年一発目、郡山の方でセミナーを行います。1月29日郡山、福島の皆さんぜひ遊びにいらしてください。コーヒー座談会も行います。皆さんと一緒にいろいろとお話しさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。本日のテーマは恒大集団これからどうなるということでお届けしたいと思います。先日こちらの動画で恒大集団がついにデフォルトという、そういった動画を流しました。総額33兆円もの負債を抱える中国恒大集団、これまで会社の資産も切り売りして、協会員会長の個人資産も切り売りしたり、自宅を担保に入れて資金調達をしたりと、なんとか綱渡り状態を生き延びてきたんですけれども、ついに白旗を上げてしまったということで、恒大集団のデフォルトを格付け会社は一部デフォルト RD ということで認定しているんですよね。この一部デフォルトというのは、特定の債権の利払いや償還に関して停止がされたという時に適用されます。11月8日に利払いが迫っていた8249万ドル、日本円換算で約90億円の利払いに関して、11月8日から30日間の猶予期限が続いて、12月8日に支払いをする予定だったんですよね。ドル建ての債券というのは30日間の猶予期限が設定されるということで、30日間待ってもらいました。で、12月の8日に支払いが完了できなかったということで、翌日の12月9日に一部デフォルトと、8249万ドルの社債利払いに関してデフォルトを起こしたという一部デフォルトの認定がついたんですよね。で、それで今後どうなるかということなんですけれども、今後この一部デフォルトと認定された中国恒大集団はクロスデフォルト条項というものによって、全ての債務がデフォルト扱いになる可能性が非常に高くなってきています。クロスデフォルトというのは、一部の債務がデフォルト扱いになったことで、他の債権者にも有利不利がないようにするために、皆平等にデフォルト扱いにしようということがクロスデフォルト条項。仕組みとしては、今回恒大集団がデフォルトを起こした8249万ドルの利払い、それをまずデフォルト、一部デフォルトとして認定されて、その後他の債務、これは社債、借入金、買掛金なども含めて、他の債務も全てデフォルトとみなして、全ての債権者が期日を前倒しして債務の返済を要求できる仕組みというのが、このクロスデフォルトというものの概念なんですね。国際協調融資の契約書では、こういったクロスデフォルト条項として盛り込まれることが多いんですが、これには次のような狙いがあるわけですよね。1、債権者として将来起こり得るデフォルトリスクを考慮する。2、万が一のデフォルトの発生にあたって、特定の債権者のみが債務者に対して優位な立場に立つことを防ぎ、すべての債権者を同一の状況下に置く。3、債務者が安易にデフォルトを行うことを阻止する。こういった狙いからクロスデフォルト条項ということが盛り込まれることが多いんですよ。恒大集団が本拠地を置く中国の広東省政府は、こういったクロスデフォルト条項になる可能性を踏まえた上で、リスク管理委員会という委員会を設置して、そこに政府の人間を派遣して、今後恒大集団の債務整理に取り掛かっていくという準備がなされています。金融当局の監視下の下で不良債務のリストラが進んで、その中で中国恒大っていうのは事業を継続していくことができるんですね。まあ、事業を継続できるのかどうか、それはまあ置いといて、一応事業を継続していくことはできるという、そのお膳立ては作られるわけです。で、仮に中国恒大が事業を継続せずに、もしも会社が清算されたとしても、まあ、金融市場への影響は限定的だろうと。そういったクロスデフォルトの認定がされる中で、今後中国恒大が、まあ、全ての債務に関して中国の金融当局の監視が入りつつリストラが進んでいくわけですけれども、その債務の額というのが約33兆円。買掛金が9629億元。借入金や社債で5717億元。契約債務で2157億元で、その他2162億元、合計1兆9665億円、日本円換算で約33兆円の債務が、まあ、これらがクロスデフォルトということで、さまざまな債務が期日を前倒しで今後整理されていくと。おそらく 100% 返ってくることはないんだけれども、そこから 50% になるのか 20% になるのか、
まあ、そこは話し合いによって協議が進んで、もう数多くの取引先に向けて債務が返済されていくと。で、このクロスデフォルトによる全ての債務の整理によって、今後どういった問題が起きてくるのかというと、債務者と債権者の協議がきちんと行われて、それぞれに納得のいく金額が返済されれば大きな問題は回避されていくわけですけれども、そうでない場合、要は中国政府や恒大集団の一方的な事情で納得のいく協議も行われずに、それぞれの弁済額が決まっていった場合ですよね、まあ、無秩序な破綻と言われるようなことなんですけれども、その場合は中国恒大のたくさんの取引先の連鎖破綻っていうのがまず一つ考えられる。で、そしてさらに中国不動産市況のさらなる下落で、そして金融機関が抱える不良債権の額が急増すると。で、そこからつながっていくのが中国の金融機関による貸し渋り、クレジットクランチということが起こる可能性が非常に高いわけですよね。要は中国全体の景気が今後一気に急速に冷え込んでいく可能性が高くなってくるわけですよ。これまで中国国内の投資家や人民元建ての債務に関してはきちんと返済を行って、外国人投資家のドル建ての債務に関しては支払いを延長してきたんですね。で、今後の協議でもそういったことが行われる。中国国内の投資家を優先させて、海外の投資家を後回しにしてしまうと。そういったことが行われてくると、今後米中の新たな対立の火種というのもできてくるわけですよ。なので今後中国恒大集団どうなるか、クロスデフォルト条項によって全ての債務がデフォルト認定になって、中国企業の連鎖破綻と中国経済の急速な冷え込みで、そしてそのとばっちりは日本にも受けると。日本は中国の企業と非常につながりの多い企業多いですから、中国企業との取引に依存している企業というのは今後非常に厳しい冬の時代がやってくるんではないかなと思います。中国一辺倒で取引をしていた会社というのは取引の分散化を考える必要がありますよね。で、もう一つ、この債務整理をしていく中で外国人投資家が不利な条件を被るっていうのは出てくるわけですよ、まあ、そういったものが中国側の出方によってはアメリカと中国の新しい対立の火種が出てくるんではないかということですね。おそらく今後長い時間をかけて中国恒大の33兆円の債務整理というのが行われていくわけですけれども、このクロスデフォルトによって非常に大きな問題がいくつもいくつも出てくると思います。その中で出てくる問題や世界の動き、そういったものに関してもまた越境 3.0 チャンネルの方でお伝えしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。越境 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日夜8時に更新しています。世界の情報をもっと知りたいなと思った方はぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。せーの、 Here we go。世界とつながりたいあなた、待ってます。